こちら金金小倉製本所について教えていただきたいです。金金小倉製本所っていうのはろくろ細工って言いまして、木を回転させて削ってこういうお椀とかお盆とかそういう器を作ってる会社なんですが、ろくろ自体はもう日本でも1000年以上続いてる仕事で、国の伝統工芸にも指定されています。でその中でうちの金金小倉製本所っていうのは、滋賀県が発祥って言われてて、そこからどんどん山を伝って木を求めてきたんですけど、そのうちは稲からこの木曽谷、稲谷から木曽谷へ来たって言われてますね。で、うちの会社が、創業ってのは明治9年で、設立が昭和38で、その中でもずっと昔は本当にお椀とかお盆とかを作ってたんですけど、今はもうほとんど生活の中でお盆とかそういうものを使うことがなくなってきたんで、ちょっとどんどん新しいものを作り出して、洋食器系っていうんですかね、パン皿とかサラダボウルとかそういうものを作ったり、今だと最近だとちょっと新しいところでこういうのスピーカーみたいなものを作ったりしてやっています。形を目で作っていくっていう、もう勘だけで作っていくっていうあれがあるんで、そこが結構難しいですね。ただやっぱりね、こう器なんかの場合だと同じ形よりも木の木目を大事にするんで、木の木目の綺麗なものが出た瞬間にやめるっていうのかな。で、もう一缶が向こう側に綺麗な木目があると思ったらもう一回引いちゃうっていうのがありますね。機械だともう本当に同じ形は作れるんだけど、その辺の判断がすごい難しいんで、それがもうこの手作業の仕事の一番面白いところですね。小倉さんの生い立ちについて教えていただけますか。はい、私はですね、うちの父親もおじいちゃんもずっとこのろくろをやってまして、でこの、そこへ生まれて子供の頃からこのろくろを見てまして、でもうこの仕事しかないっていうぐらいろくろの仕事ですね。で、私は一応高校を卒業して、四国の高松でこういうろくろをやってる人がいて、その人がすごいなんていうか上手い人だったんで、その人のとこへ6年ほど修行に行ってきました、ね、でその後帰ってきて、あとはずっとうちでやっています。なんで高校出てからなんで、今だともう35、6年この仕事をやってます。でこちらの木曽の木材の歴史について教えてください。はい、長野県、この木曽っていうのは、長野県の木曽は木曽ヒノキがすごい有名で、でこの辺は尾張藩が治めてたんですよ。でその中でこの辺、もう田んぼとか山過ぎちゃって、田んぼとか水がたまらない、田んぼとかそういうものができないんで、ヒノキの木を年貢の代わりに治めてたっていう歴史がありますね。昔はもう尾張藩が治めてる時はもう一本切るだけで首が飛ぶっていうような時代だったんですが、ただこのろくろ細工っていうのはどこの山へ入ってもいいっていう、その免状がありまして、それを天皇陛下からもらってるんですよ。でそういうのがあったんで、ろくろ材だけはこういう山に入って切ってもいいっていう歴史がありますね。で今ではもう本当にそのヒノキも民間の人も山に入って切れるようになったんで、どんどん木を出して、で家の柱とかそういうものに使うようになりました。木材についてのこだわりを教えてください。はい、そうですね、材木で一番大事にしたいのはやっぱり使ってもらうお客さんに綺麗に木目を見せるっていうところですね。なんで本当に一本一本材木も選びますし、あと作る時にも同じか、例えばパン皿でもお皿でも作るんですけど、木の木目の綺麗なものが出た瞬間にやめるっていうこともあります。なんでもう一缶が向こう側を削ると木の木目が綺麗になるってなら、そこはそれで削っちゃいます。同じ形っていうのは厳密にはないですね。こっちでやっぱりその木の木目をきれいに出したいっていう思いがあったりで、そうですね。で機械っていうのは同じ形っていうのは作れるんですけど、その木目までは判断できないんで、そういう部分ではその手作業の良さっていうのはそういう部分にあると思います。このスピーカーの開発と誕生の経緯について教えてください。あ、はい、ですね、昔はね、ああいう四角いスピーカーなんかも作ってたんですが、やっぱり自分がろくろをやってるんで、そのろくろ細工で何かスピーカーを作れんかなっていうことで、一番最初に作ったのがこのちょっと隅にも置いてあるんだけど、あの白いスピーカーですね。であれが一番最初のスピーカーで、で、このなんていうのかな、解説型っていうスピーカーになりまして、普通スピーカー四角いですよね。そうするとね、この平面からの反射が出ちゃうんですよ。でこのスピーカーはほとんど反射がないんで、
本当に楽器が奥の方へ広がってボーカルがこの真ん中に立ち上がるっていう鳴り方をします。でその中でどん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 自分の中でもその楽器の奥行きを欲しかったんで後ろの方へ円筒形っていうのかな、あの径を大きくするよりも細く長くした方がその音楽の奥行きが作れるんで、それでこういう形になりました。どんな人に使ってもらいたいですか？そうですね、今ね最初作った時はね本当にそのマニアな人かと思ったんですけど、今ね女の人がねすごくその気に入ってくれてるっていうか、女の人が立ち止まってくれてカタログを持って帰ってくれて旦那さんと一緒に来てくれて、で旦那さんにあなた欲しいんじゃないって言ってくれるんで、すごくその敷居が低いっていうか、でそんな感じでご家族で楽しんでもらってますね。他にも力を入れてるものはございますか？はい、ですね、今ですねちょっと新しいものっていうか、これチラシ寿司を作る器なんですけど、昔はコネ鉢って背が高かったんですよ。でそれを寿司桶用にちょっと低くして、で使いやすくっていうのかな、ご飯も混ぜやすいし、木がねご飯の水気を吸っちゃうんでね、すごく美味しい、そのパラッとした美味しいご飯ができますね。で今これが今すごい売れてます。寿司桶っていうのはもうどこにでもあるんだけど、やっぱりこういう風に一つの木をくり抜いて作ったっていうものがなかなかないんで、でものすごく評判もレビューなんかも高いですね、ええ、ちなみにこれ三塚の宣伝で使ってもらいました。昔あの安田成美さんが手巻き寿司の宣伝をしている時にね、これがちょっとチラッと横から映ったらね、もう本当に三塚へ問い合わせが行って、三塚が全部うちのことを教えてくれましたね、ええ、なんで今これ6ヶ月待ちぐらいになってます。